クルシューサスは、バルト海とクルシュー潟を隔てる、全長 98km の細長く湾曲した、砂州である。2000年に、ユネスコの世界遺産に登録された。クルシューサスは、南のサンビア半島から、リトアニア本土の港町クライペダの真向かいにある狭い、海峡へと、北端が伸びている。全長 98km のうち、北の 52km が、リトアニア領に属し、残りが、ロシアの飛び地であるカリーニングラード州に属している。砂州の幅はロシアのレスノイ村近くの400メートルからリトアニアのニダの北にあたる3800メートルまで場所によってかなりの差がある。バルト海の神話によればクルシューサスは海岸で戯れていた屈強な少女ネ・リンガによって形成された。彼女は他の神話にも現れるが、そのいくつかではさながら女性版。ヘラクレスのような女傑として描き出されている。実際には、クルシューサスは、モレーンの島々が砂でつながり、紀元前3000年ほど前には、現在のような細長い砂州が出来上がったとされる。西暦800年頃から1016年には、まだ発掘されていない異教的な交易中国地であったコップの占有地であった。13世紀には、ドイツ騎士団がこの地を占拠し、彼らの城を、メメル、ノイハウゼン、ロシテンに築いた。16世紀になると、新しい砂丘の形成期に入った。火放牧、ボートや住居用の材木の取得などが森林破壊に結びつき、砂州が砂丘で覆われ、村々を飲み込んだ。こうした事態に危機感を募らせたプロイセン当局は、1825年に大規模な森林再生や緑化活動の支援を開始した。このおかげで、今に至るも砂州の大半は森林に覆われている。19世紀に砂州に住んでいたのは、主にラトビア人に近縁なクルシュー人で、南部には少数のドイツ人、北部には少数のリトアニア人が暮らしていた。クルシュー人は同化したりした結果、その数を減らしていき、砂州がゲルマン民族に占められた1945年以前には、ほとんど見られなくなった。20世紀になっても、この地域で暮らす住民のほとんどは、漁業で生計を立てていた。ソビエト連邦の崩壊後は、観光地として賑わうようになっている。主にこの地域に住んでいた人々の子孫にあたる、ドイツ人たちの多くが、休日の旅行先として、クルシューサスを選ぶが、中でも特にニダは賑わいを見せている。2002年から2005年に、カリーニングラード州と、リトアニアそれぞれの地元の環境保護論者たちは、ルクオイル社による D6 油田の採掘計画に反対した。D6 油田は、クルシューサスから 22.5km に位置する、ロシア領海内の油田だが、石油が漏れれば、環境と観光双方に深刻な影響をもたらす恐れがあると判断したためである。この反対運動は、ロシア政府の支援は受けられなかったが、リトアニア政府の支援を受けることができた。D6 油田は、リトアニア国境から 4km に位置し、北に向かう卓越流のせいで石油漏れの際には、リトアニアの海岸線に重大な被害をもたらす可能性があるためである。しかし、反対運動が国際的な支援を呼び込むことができないまま、2005年に海上油田掘削基地が開設された。クルシューサスは、ヨーロッパで最も高い移動する砂丘のある場所である。平均の高さは35メートルだが、中には60メートルに達するものもある。クルシューサス最大の都市は、リトアニア領内のニダで、休日には、リトアニア人やドイツ人で賑わう、行楽地である。砂州の北の海岸線は、観光客用の砂浜になっている。クルシューサスは、ロシア側も、リトアニア側もそれぞれ国立公園になっている。クルシューサスには北から南に以下の町村がある。最初の6つがリトアニア側で、残る3つがロシア側である。クルシューサスのロシア側はカリーニングラード州のゼレノブラーツク地区に属し、リトアニア側はクライペダ自治体にまたがっている。クルシューサスにはロシア側のゼレノブラーツクとリトアニア側のスミルティネをつなぐ、砂州全体を結ぶ一本の道がある。砂州は、リトアニア本土とはつながっていないので、砂州にあるスミルティネと本土のクライペダを結ぶカーフェリーが運航している。かつての緑化で綺麗な自然の保護地となっていたクルシューサスには様々な環境問題が生起している。地元住民にとって観光業と漁業の存在が大きいことから海洋と海岸線の汚染がひどく、自然にも経済にも打撃を与えている。また、全室の D6 油田の採掘基地は石油漏れによる汚染の懸念をもたらしている。観光客の増大も魅力的な自然環境を傷つけている。このことから特定地域でのハイキングを禁止するなど様々な施策が取られている。他方でクルシューサスでの自然災害はリトアニアやカリーニングラード州の他のどこよりも危険である。ここでの嵐は強くなる傾向がある。また、土壌侵食を防ぐために、森林は重要なものであるが、夏になると、森林火災の恐れがつきまとう。クルシューサスは、その独特の土地で、侵食作用や森林破壊などに直面しつつも、数千年来、人々が暮らす中で作り上げてきた文化的景観が評価され、2000年に世界遺産に登録された。文化遺産としての登録カテゴリーは、建造物群及びサイトであり、同時に文化的景観にも位置づけられている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。